荒川橋は、新潟県上越市川原町中央2丁目の、関川に架かる、新潟県道468号大型、上越線の橋町235メートルの桁橋。左岸側から直越橋は、上流の直越橋とともに、関川の東西に広がる直越市街地を結ぶ橋で、ある。下流側の高欄は、妙高の山を意匠し、照明塔は、 元橋周辺で行われる直江津祇園祭りに用いられる矛から取り、親柱は直江津港の船をかたどっている。関川の下流部は荒川と呼ばれることが多く、頻繁に洪水を起こしていた。古来より関川の川口部は直江津の港が開かれ、同地付近に北陸道が関川を渡る橋として大く橋が架けられていた。江戸時代になり、松平忠照が、 福島城を放棄して、高田城を築城すると、高田の発展のため大河橋も破棄され、その後明治になるまで河境されることは許されなかった。以後、直越の荒川には、2カ所の私が設けられ、上の私は、現在の新越本線の荒川橋梁より、上流側にあり、下の私は、現在の荒川橋より、やや下流側を渡っていた。1871年、 荒川の川口部に、上の私付近に再び橋が架けられ、平安時代の和歌に由来する、内西への継ぎ橋の名で出願され、完成後は、直江津橋と呼ばれた。翌、1872年に荒川橋として、改めて河橋の許可を得て、11月に橋町174メートル、福音5.5メートルの木橋が竣工したが、1897年、流出した。 同年刈橋を架けるも1899年これも流出する。1902年に現在の荒川橋の位置に架け直される。1933年に永久橋への架け替えが着工し、1934年4月2日に橋長149メートル、福音7.3メートルの13景観、後半桁橋になった。この橋の下部校は、 高島組によって施行された。その後、関川の河川改修に伴い、1994年7月に新橋が完成した。なお、直江津橋は1899年に、現在の位置に共同出資による銭取橋として架けられ、何度かの架け替えを経て現在に至っている。また、1897年には、 かつての下の私のところに11人により出資された永大京という有料橋が架橋されたが、たびたび流出し1903年に朝栄でかけ直された。この橋は1945年に軍により撤去され、現在は存在しない。ありがとうございます。